デーン。バイオヘルシュフォー。さあ、早速ですかね。やっていきましょうか。はい、こんにちは。ボズーです。やばくない今の。え、大丈夫かな。意外とね、あ、生きてる。生きてる。インテル。入ってる。オッケー、セーフ。あの、意外とね、爆風がその範囲が広くてさ、まあ、声が聞こえてこなかったから大丈夫かなと思ってたけど、よかったよかった。うん。はい。ということでね、本チャプターで、シカゴタイプライターを手に入れておかないと、あのね、非常にまずいんですわな。爆発物でアシュリーちゃんをね、助けるわけにもいかなんだっていうところなんで、まあ、果たしてね、これはまあ、それはね、ロケランをね、全部、ロケランも売ればいけるっていう話なんだけど、まあ、ちょっとそうはいかんぜよっていう話なんで、まあ、このまま進んでいくのか、基地か、基礎出るか、強度出るか、とりあえず組み合わせて、あ、ちょうどあれだね、いい感じだね。ちち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 です。青、はめすぎ。あれ？花弁の宝石全然足んないね。しまったな。仕方ない。世界、救うとしよう。くぐります。ということでね。チャン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 。なんか意外と、このね、なんか意外とこの音楽ってなんかちょっと不気味感表してる。バイオ4の中でもちょっと一番嫌な音楽かもしれないな。まあこれ孤島でも同じ音楽だから流れるけど。そっか、それを考えると孤島と孤島で流れる音楽はちょっと分けてる。あ、ブーボーンさ、ちょっとサボサボーの、ボルサリーノかもしれない。ということでね、早速ですが、もうここね、楽勝だよ。チーン。なんか、ほい。これ、どこ当てても OK だからね。よいしょ。いやー、なんか最近ちょっと、あんまやる気が出なくて。これもう始末しちゃったけど、ガラドールぶっ潰したところで出てくんのかな、他の敵って。上から、ウェーって出てくる。いなさそうだけどね。うっ、ダメ。じゃあ、ここでアイテムを拾って、じゃあ次進んでいきましょう。やばい、頭何も浮かばない。最近ちょっと、本当にテンションがだだ下がりっていうところがあるので、助けてくれじゃーい。どうやったらテンションって上げられるんですか。そもそもテンションって上げる意味があるんですか。テンションはめっちゃ降ってきてたわ。気づかんかったわ。めっちゃぼーっとしてたわ。お土産プレゼント。お尻の穴にハメハメしてあげるよ。もう最近もうなんか、本当に。なんか、いっそのことさ、本当になんか中途半端に賢いって嫌だよね。なんか自分が隠すの賢いってことを言いたいわけじゃなくて、なんか中途半端な学力とかそういうのを身につけてる人間ってダメだな。すっげえ思うんだよね。なんか本当に究極にバカになるか、それからも究極に賢くなるか、その間にいる平凡な人間だから、なんかね、ありとあらゆる生活感とか、そのね、あの、お金のこととか、楽しむこととかっていうのが、すごいね、中途半端な。ここなんだよな。で、お疲れ様でした。そこなんだよさ。だから、例えばさ、結果賢いんだけどさ、レペゼンボックスの DJ 社長みたいに究極にバカなことずっとさ、バカやり続けるか、それか、まあ、なんか、まあ、ドーン。とかね、例えば、孫さんみたいに究極に賢い。まあでもね、それができればね、人間ね、そんなね、何もかも苦労することなんかねえだよっていう話なんだけどね。これでね、コッパの陣です。降ります。砕きます。拾います。あ、ロケラン普通に拾えたね。そんなスペースあったか。引いちゃう。このチャプター短、もう終わるじゃん。あれ ?3 の3そんな短かったっけか。そんな回るところがねえんだな。けっ。うる。あの、
今からあれです。ルイスっちがフライングダイナソーするシーンが出てくるからね。ここって敵はいなかった。あ、そっか。それは枝変か。声聞こえないもん。そっか。いたらあれだもん。開けなくなっちゃう。あ、ちょっと遠い遠い遠い。さあ、運命の監禁チャイム。一体どうなるか。Your selection of good. What are you selling?25,250ベル、3,000ベル、15,000ボン、ボンだって安すぎるわ。順調順調。いやでもやっぱ全然足りない気がするな。そっか、全然足りないねこれね。とりあえずさ、あでもいける。あちょっとこんないらない。ブルー。お、お、お。Thank you. Thank 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 you.無念、ハンドを使います。どれがいいか、どれでいいか、まあ一番安いやつでいいかな。くっそーって入れられると思ったいいのいな、キャッシュということで、あ、しか、しかもあれだ、ハンドガンの弾全部売っちまったから、これ買った時の10発で、あれだ、外してる、なんかストラックアウトみたいになってるけど、7発外したら、違う違う、8発外したら、もうアシュリー、カン、みたいな。くそー、あと13ってことだな。さすがにあのルート通ってる中で、13万後から稼げるっていうルートは、さすがに見つけることはちょっと難しかったかもしれないから、まあ、いずれにせよ、残念、ちゃんちゃんだったってことかな。もっとあれかね、地道になんか、村人でもぶち殺すようななんかルートとかたどればよかったのかな。あ、そっか、エルヒガンテか、エルヒガンテの道を通ってくる。左でさ、あのチェーンソー姉妹のところさ、ウェーとか言いながら渡ってたけどさ、そこだけじゃなくて、普通にエルヒガンテの方も落ちたとしたら、それであと10万とか、もうちょっと間詰めれたかもしれないね。しまったな。収録のことを考えてさっさと済まそうと思っている、そういう下心がね、よろしくない方向に結びついたかもしれない。その罰としてルイスさんが殺されました。まあまあルイスとバッチリドンバイ、あなたね、あなたは私のせいでやられました。すいません。さて、じゃあ次回パートは、ああそっか、次回パートでもさ、アシュリーちゃんさ、パンティーが見えないパンティーじゃないですか。残念ですね。まあでもね、次回パートね、またあのいろいろとね、あのおっぱいプルンプルンって、タイが食べたいボルシチーっていうね、あのシーンがあると思いますので、まああのそこをね、ぜひね楽しんでいただけたらというふうに思います。あー、 Don't talk. Don't talk.ねえ、Here. 一時的に奴らの成長を抑える薬だ。飲みすぎに注意。Saddler took it. You have to get it back. あ、やべ、やべ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 。シーンだからって油断して、よそ見しながらプロテイン飲んでたらこぼしちゃった。ああ、冷たい。悲しみのシーンで、俺何やってんだ。まあそういうのもご愛嬌ということでね。はい、ということでね、本日パートめちゃくちゃ短くなりましたが、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、次回パートでお会いできたら嬉しいです。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしくということで、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。